東北農政局輸出促進課でございますこれより東北農政局における輸出拡大に向けた支援体制と取り組みについてご紹介いたします。一つは輸出拡大実行戦略に基づく輸出産地支援体制と取り組みです。東北農政局では輸出産地ごとの課題に応じた支援を効率的かつ効果的に進めるため、 昨年7月に東北農政局輸出産地支援本部を設置しました。この輸出産地支援本部の下で、専門的知見を有する輸出産地サポーターを中心として、品目担当課、輸出担当課等、関係各課が連携して、輸出産地の輸出事業計画の策定支援などを実施しています。 輸出産地ごとの課題に応じて、補助金、融資、税制措置等の優遇措置や、GFP による訪問診断の実施、各種商談会、セミナーへの参加、ビジネスパートナーとのマッチング支援等の活用も促しつつ、輸出産地支援を伴走型で進めてまいります。二つ目は、東北と九州の 産地間連携による輸出の取り組みです東北農政局では経済団体と連携して東北と九州の産地間連携による輸出の取り組みを進めています栽培品目や出荷時期が異なる九州と連携することで商材の多様化やリレー出荷が可能となるほか 産地を分散することで気象や病害等の被害リスクを低減できるなどのメリットがありますまた東北の生産者にとっても九州が有する既存の省流をそのまま活用して輸出できること九州商社との取引は国内受け渡し国内決済なので国内出荷と同様の取引で輸出が可能なこと 面倒な輸出手続きは九州の商社が行うことなどのメリットがあります。例えば、令和3年産のサツマイモから本格輸出を開始した宮城県の農業法人は、サツマイモ産地としての知名度が低く、販路の確保が課題となっていたところ、九州のサツマイモは元腐れ病の影響で、 数量確保が課題となっていた九州の商社の思惑が一致してリレー出荷が実現しました。当該法人はバイヤーのニーズに対応するためのさつまいもの栽培面積を大きく拡大しています。他にも令和三年さ令和三年は青森県産の桃、京蘭、宮城県産のキャベツ 山形県産のメロンなどが、東北と九州の産地間連携として輸出されており、本取り組みは着実に実績を増やしています。この取引が実現した九州の商社は、海外の大手流通グループとの太いパイプがあり、日本の農水産物に対する需要は今後も増えていくものと見込まれています。 引き続き、東北と九州の産地間連携による輸出の拡大に向け、現地バイヤーニーズの把握、各産地への情報提供、輸出にチャレンジする産地の掘り起こし、マッチングを進めてまいります。今後とも皆様のご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。